高一ミスターコン2023グランプリに輝いたのは、最後は高校1年生の男子限定のコンテスト、高一ミスターコン2023です。男子高校生ミスターコンの前哨戦ともいえるこのコンテストでグランプリを獲得された方へは、得点として男子高生ミスターコン2023ファイナル審査へのシード権と賞金10万円が贈呈されます。それでは早速ファイナリストの皆さんにご登場いただきましょう。ということで審査が終わったようなので発表に参ります。はい、それではまず準グランプリの発表です。プレゼンターは男子高生ミスターコン2022で審査員特別賞を受賞された国本晴人さんです。それでは発表お願いします。はい、高一ミスターコン2023準グランプリに輝いたのはエントリーナンバー4番大鶴優也くんです。おめでとうございます。お越しください。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは一言受賞の感想をいただきます。こんにちは。こんにちは。今回準グランプリに選ばれてとても嬉しいです。まだこれから、すみません、ここまで応援してくれた家族やファンの方々に感謝したいと思います。そしてこれからも頑張ります。応援お願いします。お、大丈夫大丈夫かありがとうございます。おめでとうございます。それではいよいよグランプリの発表です。高一ミスターコン2023グランプリに輝いたのは、エントリーナンバー7番川橋照くんです。おめでとうございます。おめでとうございます。中央へお越しください。高一ミスコン2023グランプリ川橋照さんへ、国本さんよりトロフィーマントの贈呈です。おめでとうございます。おめでとうございます。まずありがとうございます。正直プレッシャーがたくさんあって無理かなとか思ったこともあったんですけど、ファンのみんなが応援メッセージとかたくさんくれて今日ここまで来れました。やっぱり自分の力じゃできなかったことなので本当に感謝しています。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。